でまああれでね、逆に入ったらね、奇跡もいいとこですけどね。まあでもなんとね、つば九郎師匠はね、親方の明日やろうはバカ野郎。はい。はい、こんにちは、親方です。どこ、ね、相方がね、つば九郎師匠ね、見てきたんでね、ちょっとその模様をねお送りしたいと思います。はい、いたします。まずこちらね、ヘルメット反対でやんちゃっぽいな。素敵ですね、やっぱね。これの方が可愛いけどな。ちっこいね、つば九郎のぬいぐるみ、ちょっと名前忘れちゃいましたけどね、あれは確かスワクロウじゃなかったっけ。こちらね、リボンを持ってね、アルファベットの B みたいな。まあなんか踊ったんですかね、これね、知らねえのかよ。こちら、なんか黄色いタブを履いてる腹の出たおっさんみてえだな。まあ、ただ歩ってるだけですね、これね。なんじゃそれ。こちらがね、つばみちゃんですよ。星が大阪直美みてえだな、ね、最大のなんかね、クリリンパの方ね。ダチョウクラブじゃねえか。どうぞ。残念。全然違うとこに落ちてるな。残念でしたね。これって成功したことあんのかな。無理だよな。でまああれでね、逆に入ったらね、奇跡もいいとこですけどね。まあでもなんとね、つば九郎師匠はね、すごいなと、人を引きつけるやっぱりね、もの持ってますよね。おめえは虫しか寄ってこねえからな。ダックローもね、ダックスのダックとつば九郎のクローだよね、ダックローなんてね、つけたかつけないかは知りませんがね。どっちなんだよ。以上になります。終わりです。ではまたお会いいたしましょう。バイ。またね、バイバイ。